阪急メンズ東京ラブディニー。阪急メンズ東京スタイリストの高倉です。今日は特別企画、今もう手振った方いますけれどもね今日はゲストが来ています。実は阪急メンズ東京がこの度10周年ということで、この後10周年特別商品なんかも出てくるのでぜひ見てください。今回は対談ということで、ブランドはなんとラルディーニですね。ラルディーニのリテールマネージャーの亀谷さん来ていただいてます。よろしくお願いします。亀谷です。よろしくお願いします。今日は、阪急メンズ東京の中でも非常に今人気のあるラルディーニというブランドをこう分解徹底分析していこうかなと。じゃあせっかく亀谷さん来ていただいてますので、ラルディーニとは何ぞやと、ちょっとこうブランドのお話していただけますか。ラルディーニというブランドは実はもともとスーツ の下請けの工場から始まってまして、その歴史は1970年代に実は始まってます。でスーツ工場とかだとよくある話なんですが、いろいろなブランドから注文を受けて、その中でやっぱりスキルを鍛えていって、その中だとやっぱり自分たちのブランドやりたいよねということになるんですね。でその中で実は1993年にラルディーニという自社のブランドの名前で立ち上げたっていうのがこのラルディーニの始まりです。いわゆるこう独立したみたいな感じですね。そうですね。自分たち このスキルをブランドで表現するっていうことですね。そうですね。でそこからいろいろとブランドの名前で活動は始まってるんですが、大きな転機が来たのは実は2010年ぐらいの話でして、割と最近ですね。そうなんですよ。新しくクリエイティブディレクターで他社からすごいキーマンとなる人物を招聘して、そこからコレクションがガラッとモダンになったタイミングが実はあるんですね。その方の名前とはウンベルト・カンタレッリという、覚えなくていいかもしれませんっていう名前の人がいたんですけれども、もともとはやっぱりクラシックなスーツを作ってっていうブランドのベースがあるんですが、その中で例えばそれをより今っぽく頑張らないでカジュアルに着れるこなし方とかみたいなところが、製品としてちゃんと表現できるようになったっていうのが実はそのタイミングなんですね。で具体的にはその製品染めをしたりとか、すごくフォーマルな例えばタキシードのビキールを、カジュアルなその綿のジャケットに取り入れてみるとか、ありましたね、みたいなところでその彼らのセンスがちゃんと自社のブランドの中でちゃんと表現できるようになってから、特にやっぱり日本のマーケットでも非常に認知が急速にこうバーッと広がった時期っていうのが大体その2010年ぐらいを境にっていう感じですね。なるほど。もうそれぐらいからなんかセレクトショップに必ずなんか花のボタンのついたっていうのありましたもんね。ありましたね。ラルディーニというブランドなんですけども、なんでこんなに人気あるんですかね。ズバリこの花ですね。あ、やっぱりこれですか憧れ物ですよね。こういうポイントも分かりやすくあるんですが、実際お店のスタッフの話をよく聞いていると、とにかくやっぱり着心地がいいっていうところで、お客様には支持されてるっていうケースが非常に多いですね。やっぱり着心地っていうのは大事ですよね。そうですね。どちらかというとなんかイタリアのスタイル、イタリアのブランドっていうとなんかこう細くこうピタッとっていうイメージが強いと思うんですけれども、実際ラルディーニはどうですか。いわゆるイタリアのテーラーのブランドの中では正直そんなに細身ではないです。なるほど。ということはやはりちょっとこうゆとりもあって、大人っぽいスタイリングがしやすいというのが一番のポイントになってくるっていうことですかね。やっぱりそうですよね。私も実際お客様にラルディーニの商品をおすすめすることはあるんですけども、やっぱり多くの方がね来ていただいて、なんかかっこいいねって言うんですよね。その何かっていうのが多分このブランドの中のいわゆる技術ですとか、コンセプトですとか、そういったところにこう詰まってるんじゃないかなって僕は、思います。でもまだまだラルディーニが人気の理由ってあると思うんですよ。他にはどんなのありますか。実はラルディーニっていうブランドは非常に、研究熱心っていうところが大きいですかね。
まあ、あのどのブランドも基本的には自分たちが作ってるものが一番というプライドがもちろんある中で、はい、この表現をずっといろいろな形でやっていくんですが、彼らはその中でちゃんとその他の人の意見をちゃんと聞けるっていうそのスタンスが非常に大きなポイントになってます。これ簡単に言いますけど、はい、意外とやはり皆さん職人なんで難しいんですよね。そう、違うんですよ、ね、でそれ具体的にもう少し深く話すと、うん、はい、あの日本のマーケットにそのよりフィットするためにどうしたらいいかっていうその具体的な手段で、実はラルディーニの展開しているモデルっていうのはあの日本人向けの型紙になってます。え、というと、はい、今日本で展開している商品は、はい、イタリアにあるものをそのまま持ってきているわけではない。違うんです。初めて知りました。それはやはり日本人の方来て会うに決まってますよね。そうなんです。うわ、びっくり。はい、もともとイタリア人と日本人ってその骨格とか肉付きが大きく違うので、うん、あのイタリアの生の形だと肩がすごい大きくて胸のボリュームがあって、はい、みたいなところだと日本人の方はどうしてもやっぱりもう少し肩周りが華奢だったりするので、そこら辺をもう少しその日本人の方に寄せて型紙をアレンジしてるっていう、その点が大きいです。バスト、特に日本人とイタリア人この奥行きっていうんですか、はい、そうですね、全然違いますもんね、はい、僕もインポートのイタリアのシャツを開けるとなんかこの辺は余るんだけどなって、はい、よくあるんで、ありますよね、すごいわかります。ではここからは、はい、じゃあ今年のねラルディーニの特徴って何なんですかっていうのをお伺いしたいんですけれども、はい、ズバリ特徴何ですか。ズバリ、はい、アースカラーです。アースカラー、はい、サステナブルですねあの実はラルディーニってあのアースカラー得意なんですよ。そうですか。はい、分かりやすく言うと、ブラウンとかオリーブとか、はいはい、いわゆるそのなんか森とか山に行った時に見える色彩の感覚みたいなのをイメージしてもらえるとすごい分かりやすいですね。でまさしく今シーズンはその彼らの一番得意な、もう本当にど真ん中のところを行ってるっていう感じです。ああ、もうじゃあ直球160キロストレートみたいな感じですね。はい。ああ、なるほど、はい。具体的にじゃあやはり先ほどおっしゃられたような、まあ、色味が中心っていうことですか。はい、はい、そうですね。はい、やはりこう差し色で出てきたりですとか、はい、まあ、パンツで出てきたりですとか、はい、まあ、ジャケットのまあ一部のカラーでとか、まあ、もちろん全体のね、はい、カラーもあると思うんですけれども、はい、そんなところがまあいつもより多い。そうですね。うん、まあ、ただやっぱり、ね、ラルディーニといえばじゃないですけども、ネイビーのジャケットもっと置きたいなとか、はい、そういうところもあると思うので、そこはしっかりとあるんですよね。もちろんです。あ、よかったです、はい。それがあればやっぱり安心です。はい、うん、じゃあ早速商品のところに少し触れていきたいと思うんですけれども、はい、まずおすすめ一つ目、はい、これですか。こちらです、はい。じゃあちょっとこちらのご説明をいただけますでしょうかね。はい、パッと見スーツだと思うんですけれども、あの彼らがイージーウェアという名前で作っている、まあ、現代版スーツだと思っていただくと非常に分かりやすいと思います。あの物自体はスーツを作る時と全く同じ手法でやっているんですけれども、まあ、例えば使っている生地がシワになりづらいとか、あ、なるほど、はい、まあ、これ一見あの通常のサキソニーみたいな素材に見えるんです。ですよね。そうなんです。ポリエステルが入ってて、あとストレッチコンの素材です。全然見た目からは分からない。そうですよね。見た目ドレッシーさっていうのは、はい、キープするっていうのを前提としてちゃんとこう伸びるとか、あの、はい、シワになりづらいみたいなところが着た時に恩恵が感じていただけるというのがポイントですね。じゃあやっぱりこう、はい、クラシカルな部分と、はい、まあ、機能面、現代的な機能面をこう上手に混ぜ合わせてるっていうのがこれの特徴ですね。そうですね、はい、あとすごく分かりやすいところですと、はい、これ見えますか。あの、あ、本当だ、はい、後ろの、あの、はい、半周があのゴムになっていまして、はいはい、伸びます。あ、これは入った瞬間にビヨーンと伸びるので、うん、はい、しゃがんだ時にもちゃんとゴムが伸びてついてくるっていうところでいうと非常に履き心地が良いです、うん、やっぱりここがあまりこうシャツが外に出ないとかそういったところはやっぱりこれにするがゆえのポイントになってくるんですかね。そうですね。あの実はこれあの後ろだけゴムを入れているっていうのは見た目のところも気にしていて、あの正面から普通のスラックスに見えるんですね、はいはいはい、なので例えばのシャツ入れた時にゴムがつながっているとすごくこう、うん、あの綺麗なシャツ着てるのにカジュアルなパンツ履いてるように見えちゃうので、うん、そこら辺はちゃんと後ろだけにゴムを入れることによってジャケット着た時の上下の見え方も非常に綺麗になっているみたいなところは非常に考えられています。でもこれの商品だけ見ると、はい、正直いやいやゴム入りパンツを仕事でって思う方多いと思うんですけれども、はいはい、
それ実際店頭でよくお客様にご指摘いただくポイントです、はい、でそれの、気になる方への、ご提案としてはベルトループついてるの で、 そうなんですね、ベルトをしてしまうと全くわからないんです。これって本当なんですよね、はい、それがまたちょうどベルトの幅ぐらいのゴムの幅になってるん で、はいそうですね、絶対これうまく隠れるって思いますもん、はいはい、なのでこれは実際履いてみてくださいっていう、はい商品ですよね。そうですね、うん、履いていただければもうすぐ感じていただけると。なるほどなるほど、はいはい、でこの中に合わせているこのコーディネートのニットがいわゆる今年のテーマですか、はい、そうですね、いわゆるキャメルっていう色合いで、はい、考えていただけると分かりやすいんですが、うん、アースカラーの中の本当茶系統のところはとにかく色の提案が豊富です。その中ではブラウンよりはもう少しこう花があるような色味のところで、うんはい、このキャメルっていうのは、ベーシックなこういうグレーのスーツなんかの差し色にも綺麗に、うんはい、ポイントに作れるのでおすすめしたいですね。でもこれよく見るとちょっとこう紺っぽい糸が入ってませんか、はい、これあれですね、ピリッポローレンティスっていう製品止めのイタリアのニットなんですけども、はいはい、色をこうベタッと染めてる製法ではないので、うん、ちょっと立体感がある中で、うんはい、少しだけ奥行きになるような見え方にはなってる。そうですよね、なんかこの奥行きがあるので深みが増して、はい、なんかやっぱり紺しか着ませんよなんていう男性にあえて、はいはい、着ていただくと、あ意外と合うねっていうなんかコメントいただけそうな、はい、そんな生地感ですよね、はいうん、あと今ちょろっと見えたんですけれども、はい、なんかここにこんないろいろついてますけれども、はい、なんかこれパッカブルってことですか？そうなんです、うん、このイージーウェアはいろいろな恩恵があるよっていうのの分かりやすい中の一つとして、はい、実は、はい、こちらが製品についてきます。あこれあれですよね、はい、一緒にこうくっついてますよね。そうなんです、はい、店頭ではハンガーに一緒にぶら下がっているので、お客様も一目で分かっていただけると思うんですけれども、実際こちらの大きさでジャケットを畳むとこの中にしまえるっていう大きさにはなってます。畳んじゃってもシワになりづらいんですか？はい。なのでちゃんとここにしまえるイコールここにしまった時にシワにならないっていう生地を選んでいるので、ここはご心配いただかなくて大丈夫です。うん、はい。なんかそう考えるとこれオンだけじゃちょっとビジネスだけじゃもったいないですよね。そうですね。まあ今日もね少しこうオフ気味のコーディネートもしていただいていると思いますけれども。はい決してなんかこう仕事用スーツというふうにとらわれない で、はいですね、オフでもセットアップというイメージで着ていただきたいですよね。そうですね。続いてご紹介するのはこちらですね、はいはい、なんか少しクラシックな感じですけれども、そうなんです。これはどんな特徴があるんでしょうか？実はオリジナルの名前がついてまして、はい、ムーウェアっていう生地です。これへえ、はい、ムーウェア、はい、なんか彼らがムーブと、ムーブメントとウェアっていうその2つをガッチャンコした造語なんですけど、はい、なんとなく動きやすい服ですみたいな、はい、そんなのイメージしていただけると思うんですが、多分これパッと見すごくなんかツイーディーなジャケットいやそうですよに見えると思うんですけど、うん、これだけ見るとかなりなんかクラシカルなこう、はい、質感だと思います。もうおっしゃる通りのイメージなんですけど見た感じは、うん、実際着ていただくとかなり伸びます、はい、これあ確かに。でもこれこうやって見てるだけでもすごい伸びるんですよ、はい、これかなりびっくり。絶対これ見た目ですと、はいすごい硬くて、はい、ガシガシ着込んで自分の形にするっていう風に見えるんですけど、はいはい、最初からこれだと楽ですね。そうなんです。うんこれは袖を通していただいた瞬間にいい意味でギャップを感じていただけると思います。うん、はい、見た目とのそのギャップすごいなんか体験したいと思いますね。はい、でさらに言えばこれ一見したら本当に、まあ、ガンクラブチェックというかかなりクラシカルな、どちらかというとこうおじさま向けというか、はい、おじさん着たらすごいかっこいいっていうスタイリングなんですけど、はい、でもここにこうネイビーとこれ赤ですかね、ピンクですかね、ワインレッドみたいな色ですね、はい、色が入っているので、はい、意外と締まるんですよ ね、 そうですね。だから、まあ、極端な言い方になってしまうかもしれませんけれども、まあ、紺ジャケットの延長で着ていただいてもそんなに気にならないぐらい意外としっくりくるなっていう感覚、うん、これすごいあると思います、はいうん、で中に、まあね、アクセントカラーで赤入れていただいてます ね、 すね、はい、ラルディーニが提案しているその色合わせは基本的に同系色っていうところは、うん、彼らの、まあ、分かりやすく考え方です。
なのでジャケットにいろいろな色が入っているので、うん、赤っぽい色が入っている色をつなげてニット、なるほど、あとベースにちょっとブラウンっぽい色が入っているのでその色をつないで、まあ、アースカラーのオリーブカラーみたいなのでジャケットの色から考えて他のアイテムの色を選んでこうテーマのアースカラーですね。そうですね、はいはいはい、うん、やっぱりこの見た目と着心地のギャップっていうのが、ね、ぜひ体感していただきたいと思います、はい、先ほど非常にまあ着心地のね、はい、いいものというのをご紹介いただいたんですけれども、はい、でもやはり店頭でお客様の声とか聞いてますと、はい、まだまだもっとこうジャージみたいにビヨンビヨン伸びるのないのって言われますけれども、はいはい、そんなのはないですか。ございます。あるんですね。ございます。こちらです。あ、これ、はい、これでも普通にジャケットじゃないですか。実は、はい、あのニットのジャケットなんです。こちら編み物ですね。編み物です、はいはいはい、なので、うん、まあ、先ほど の, あのムーエアみたいな織物でも伸びますが、うん、やっぱりニットにはかなわないっていうところで非常に伸びます。楽です。うわーすごいもうビヨンビヨンです。気持ちいい。それで、はい、なるほど、はい、ただしやっぱりニットジャケットはもともと伸びるがゆえにだれやすいっていう弱点があるんです。あります、はい、実はこのジャケットちょっと見えないんですけど、あの裏地貼ってるんですね。あ、なるほど、裏側に貼ってます。はいはいはい、本当だ。ちょっとね、はい、実際店頭で見ていただけたらと思うんですけれども、はい、あの表地のこういう柔らかな雰囲気とは違う、もう本当にペターンというような、はい、貼っている生地がついています、はい、で裏地も実は少しあのストレッチが入っている素材で、うん、あの表地のそのだれを防ぎながらちゃんと動きについてくるっていうような裏を貼ってます。なので、はい、着心地をキープしたまま形もキープすると。すごいですね、はい、そんな技術まで持ち合わせてるラルディーニ、はい、結構難しいらしくて、はい、私もあの詳細教えてもらってないんですが、はい、多分でもこれ作り方だと編んで貼ってそれをテーラーで作るっていうようなイメージになると思うんですよね。おっしゃる通りですね、はい、でもそれでこのダブル、はい、まあ、ダブル、このダブル前普通に留めたら、はい、普通のジャケットですよ、うん、着れます、うん、はい、でもこれですよね、はい、外していただいて着ていただく方が、まあ、今はこう旬なイメージですかね、はい、やっぱりここが少しこう防寒性も実はこの部分、ね、生地量が多いんで ね、防寒性も保ちながらこう、はい、カーディガンなんていう雰囲気で、はい、大人っぽいカーディガンという雰囲気で着ていただくのがベストかな、はい、うん、今回組んでいるのは、まあ、カジュアルの少しあの品が良いイメージっていう形で組んではいて、ね、うん、こういう場合はダブルのジャケットをあえてその開けて着ていただく、そのかしこまらないでこなしてちゃんと着せてるっていう感じのイメージだと、まあ、断然開けていただいた方が、うん、あのこなれてる感がありますね。あの、はい、男のこのスタイリングのポイント、はい、こなれてる感、なかなかね難しいんですけども、はい、こういうところが細かいんですけれども大切なところですよね。そうですね。ではここからは最後なんですけれども、はい、お待ちかね、はい、阪急メンズ東京10周年の限定商品、はい、これですか。こちらでございます。かっこいいあの普通にネイビーなんですけれども、はい、着やすいの当たり前なんですけれども、これ限定でいいんですか。限定です、限定の限定は、はい、あの、はい、阪急メンズ東京だけ日本で、ということは阪急メンズ大阪にもないし、はい、ないです。直営店にもないです、はい、もう何も言えませんもうこれは何も言えません。すごい、はい、しかもすごく着やすいし、はい、うわちょっとじゃあせっかくなんで解説していただけたらと思います、はい、デザインはもうご覧の通りでシンプルなステンカラー、あの表地のこの生地が特徴でして、うん、カシミヤウールシルク、はい、あのまあ、ご覧の通りでこのツヤ感が、はい、あのちょっと素朴な印象のステンカラーではなく、うん、すごくこうツヤ感があって上品に着ていただけるというのがポイントですね。そうですよね、はい、なんかすごいこう神々しい感じが伝わってきますけれども、ね、はい、うん、あとはこれステンカラーですけど、なんかこうチェスターフィールドコートの要素もありますよね。あ、はい、あのなんか正統派のステンカラーだとちゃんとこうフロントがビシッとこう、ね、はい、立ってしまってるので、はい、あんまりこう、うん、なんですかね、こなしづらいんですが、実際こちらは下襟の部分をきれいにこう返しているので、はい、あんまりこう硬い印象にならず、
もう最初からこうラペルみたいな形で着ていただけるイメージなの で、はい、ステインカラーとはいえなんかこうビジネス感が強すぎず、はい、そうですね、オフでも、まあ、今日ねあの先ほどのこれにさせてますけれども、はいはい、オフの時でも大活躍しそうな、しかも結構薄いですよねこれ。薄いです、はい、ね、コートっていうとなんかこうやっぱり暖かいもの、そうですね、カシミヤがいい、はい、ダウンがいいという方多いと思うんですけれども、はい、まあ、今の東京でしたらこれぐらいの気温感でもいいと思いますし、まあ、何せベーシックなんで、はい、まあ、あまりこう季節を選ばず、ね、まあ、ちょっと羽織るっていうのもちょうどいいですよね、はい、あのなんかちょっとここにね違う素材感が覗いてるんですけど、はい、まさか実は、はい、まさかのリバーシブルです。うわこれね男性大好きなポイントですよね、はい、あの一粒で二度おいしいってやつ、ね、ちょっと古いかな、なんですけれども、まあでもそうですよね、あんまりまあこちら側で着るっていうか、まあ、こちらの方がこう、はい、雰囲気はあるんで、そうですね、でも多分雨の時とかに、はい、こちらコットンですよね。こちらは実はポリエステル。あ、ポリエステル、はい、なのでおっしゃる通りなおのことですね、はい、雨の日とかはこっち側を表にすると表にして、はい、安心かなと。あ、やっぱりね、はい、大切に行きたい一着なので、そうやってご自身の中で、はい、今日は晴れだからこっちで、はい、雨だからこっちでっていう、こう、はい、ファッションにのこう感じながら着ていただくのがいいですよ ね、 すね、これちなみに何着あるんですか。このブラックカラーが限定で13着ですね。13着ですか、はい、お早めに、まあ、ラルディーニというブランド商品をこう徹底分析、はい、していきました。あの長い間お時間付き合っていただいてありがとうございます。カメラさんもありがとうございます。こちらこそありがとうございました、はい、でまあ、今日、ね、ご紹介した商品に関しては、まあ、あの店頭で、はい、4階のラルディーニで、ご覧いただけます。でこの10周年の商品に関しましては阪急メンズ東京の10周年が10月の20日からのスタートになりますので20日から店頭に、はい、並ぶという形です。ちょっと数がね先ほど13着とおっしゃいましたけれども、ね、はい、まあ、これにさらにサイズがくっついてまいりますので、はい、まあ、数少ないと、捉えていただいた方がいいと思いますので、はい、ちょっとでも気になった方はね、ぜひ4階のラルディーニに足を運んでいただけたらと、思います。またぜひね、このチャンネルにお越しいただけたらと思いますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。